早速ね、ありがたストレッチ始めていきましょう。はい、音量下げます。はい、ということでいかがお過ごしでしょうか。このストレッチは愛してる大好きありがとうの言葉をボディさんに投げかけながら、そして周りの方に投げかけながら、行う素敵なストレッチでございます。言葉を使っていくことでね、呼吸ができて、そのことで緩んでまいりますので、ストレッチの効果、大効果を発揮できます。素敵なストレッチでございます。さあ、今日も一緒にやっていきましょう。はい、では皆さんのご準備はいかがでしょうか。私のご準備は大体 OK です。まあ大体 OK でございますね。はい、それではこちらにね、言葉を置いておきますので、忘れないようにしていきましょう。はい、ではいつものようにですね、ビフォアのチェックからが始まります。ストレッチはね、ビフォーアフターが最重要でございますよ。やる前とやった後にチェックをしていただくとですね、変化が出てます。変化が分かると自分で、あ、もう一回もっとやろうっていうモチベーションにつながります。モチベーションにつながると継続できる。継続できるとボディが変わって人生が変わるということで、結構重要なんですよ、ここが。はい、ではさあ早速始めてまいりますが、私の方のご準備も、はい、やっとじゃ OK です。はい、ではですね、足をですね、長座ポジションを取りいただいて、両方の足、手をグッと前に出していただいて、手の位置をチェックしていただきます。まあ足さんがあってですね、手がどの辺に行くかなっていうのを最初にね、測りましょう。私今日はですね、あ、まあだいぶ降りておりますが、行くともうね、このももさんとお腹さんがペタッとくっつくようになりますのでね、そこまで今日行けるかどうかでございますが、やっていきましょう。はい、では早速参ります。左足の前に右足さんを乗っけていただいて、指を横に開いて縦にグイグイ動かすところからいきますよ。はい、それでは声出して、愛してる大好きありがとう2回言って8カウント、もう1エイト必要な時は小さいが1もう8って言ってきます。はい、では横に左縦に振ります。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指。はい、花さんおはようございます。はい、始めましょう。愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、指をぐさっと刺して、長座チェックしてからね、おやりいただいてと思います。はい、足の甲を持って足先、つま先ねじり、せーの、愛してる大好きありがとう、声出して、愛してる大好き笑顔で行ってね。はい、土踏まずの下側を持ったらねじります。せーの、愛してる大好きありがとう、はい、愛してる大好き笑顔でね。はい、くるぶしさんを持って足を振ります。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう、盛大に声出して。はい、ではくるっと足首さん回します。せーの、愛してる大好きありがとう、もも、愛してる大好き笑顔で、非常に大きく反対回し、愛してる大好きありがとう、声出して、愛してる大好き笑顔でね。はい、では手を離して足を振ります。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き足だけ振り、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き左右、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、足の裏ふくらはぎ。はい、千代子さんおはようございます。さあ始まっておりますよ。はい、一緒にやっていきましょう。はい、ふくらはぎさんね、おはようございます。はい、ではふくらはぎさん上からきゅうりの塩もみ、せーの、愛してる大好きありがとう、声出して、愛してる大好き笑顔でね。はい、膝のちょっと上、きっかいさん、せーの、愛してる大好きありがとう、はい、愛してる大好き。はい、内ももさんどうぞ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き笑顔でね。はい、では両方のお膝さんを立ててひっくり返します。左足、あ、右足さん、ふくらはぎ外側です。せーの、愛してる大好きありがとう、声出して、愛してる大好き
ありがとう。はい、ではその右足を立てて、ふくらはぎの裏側さん、親指で揉みますよ。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、では膝のちょっとしたグーでコリコリ動かします。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、膝上コリコリ。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる大好き、お皿周りゴリゴリ。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、ももの裏さんをぐさっと持って、もも裏ゆさゆさ、せーの。愛してる大好き、ありがとう。はい、愛してる大好き、笑顔でゆすってね。はい、内ももがっつり持ってゆすって、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、もも、外側、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔で、膝裏でございます。膝裏、ぐいぐい、せーの。愛してる、大好き、ボディもちょっと動かすことで、上半身も緩めてますよ。ありがとう。はい、膝をちょっと持ち上げて、ブラブラします。膝下はね、脱力、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる大好き、ちょっと下にずらして、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ありがとう。持ってるところをちょっと下にずらして、どうぞ。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね。ナイス。ではお膝を伸ばして、ももの上を肘でも手でもいいです。体重かけてほぐします。せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔で。ここからワンモアエイトは、愛してる大好き、ここからずっとついていきますよ。はい、愛してる大好き、笑顔で。おひざつま先を内側に入れて、ももの横さんです。せーの。愛してる大好き、ここツイートずっといきます。愛して、ここ重要、もも筋肉ありがとう。もも愛してる大好き、あのももさんね、大きい筋肉ですからすごい張るんですよ。ありがとう。ナイス。はい、では右のお膝さん、もも横さんに左のくるぶしさんを乗っけて、ぐいぐい動かします。せーの。愛してる大好き、ありがとう。くるぶししごきですよ。愛してる大好き、ありがとう。盛大に動かして。はい、ではこの足さんを左足さん下に置いて、右足さんを後ろに畳みます。はい、そしてですね、背筋を伸ばしたら、右の腰骨のところをスッとね、両手でグッと下ろした、大腿骨の付け根さん、右のね、右のももの付け根さんをほぐします。せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね。ボディのけて、愛してる大好きで、ボディごとゆする感じ。はい、愛してる大好き、笑顔で。背筋を伸ばして、骨盤転がし、左のお膝さんの外に左手、右手お尻っぺたさん、右のお尻っぺたさんね、後ろにいた時はおへそを覗く感じで背中を丸めて、前に骨盤を転がした時は背中を C の字でぐーっと反らす感じ。はい、では後ろからいきましょう。せーの。愛してる大好き、ありがとう。盛大に。愛してる大好き、継続が力なり。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、伸びしろたっぷり。はい、ありがとうございます。はい、左手を左腰の横、右手さん骨盤、腰肘肩、背筋を伸ばして骨盤ねじり。せーの。愛してる大好き、盛大に。愛してる大好き、お顔正面笑顔でね。愛してる大好き、ありがとう。背筋を伸ばして、回して、ナイス。はい、では右足終了、手を頭の上丸。では皆さんご一緒に、いいです、ご唱和ください。今日もとっても、せーの、いいです。はい、音楽に合いました。ありがとうございます。バッチリ。今日音楽ね、音楽に合うとね、なんか嬉しいね。合わなくても全然いつも嬉しいですよ。では両足を伸ばしてチェックタイム、右手さんどうぞ。よいしょ。お、いいですね。右足さんの方、だいぶシスター倒れました。左手さんはまだこんな感じ。右手さんはこんな感じ。お、伸びが違います。皆さん、座骨さんですね。お尻さんの下のゴリゴリの骨。横から触ると分かりやすいです。このゴリゴリの骨ね。この骨さんをぐっと後ろに出すように。
にして前屈していくといいですよ。シートこれで、あー、いいです。はい、ではちょっと水分取ってください。座骨さんの意識結構重要。骨盤の一番下についている2つの骨、座骨さんですね。この座骨さんをグッて立てるようになるべく、ほっとくとね、ほぼ丸まってますよ、こここうね、これを立てて折りたたむ感じにしていくとね、あの、もも裏さんと、電筋さんが伸びてきます。はい、では水分取って、あ、伸びました、いいですね。花さん、今日も伸びました、よかったです。はい、水分取ってください。まあ、座骨さんの意識ってね、立ってる時に座骨さんが地面側にしっかり向いてるのかっていうことを意識することとか、それだけでちょっと変わるんですよ、ボディの使い方がね。それだけでもちょっと意識していただくといいと思います。うん、座骨さんが下向いてないとね、お尻がね、ちょっと後ろに出てたりして、でっちり気味になってたり、ちょっと前にこう入ってたりとかして、背中、あの、骨盤の上にボディさんが乗っかってないんですよ。しっかり乗ってないと、それだけで、その姿勢だけで疲れちゃうんですね。だから、その座骨さんをまっすぐに立てて、その上にボディさんを乗っけていくと、もうなんか地球に垂直に立てる。そうすると筋肉の、あの、張りとかがないわけですよ。いや、あの、筋肉は頑張らなくてよくなるので、そうするとボディがすっきりして流れも良くなって、で、疲れにくいボディになる。ああ、いいですね。そのためにも伸ばしていく、筋肉をね。筋肉が伸びないと固まったままになってんの。それをほぐして伸ばしてあげると、まっすぐ緩んで、まっすぐ立てるようにね、楽に生きていきましょう私もそこを目指してます。はい、座骨を立てる、そう、重要なんですよ、ハナさん。座骨を立てる意識、歩いてる時もね、そう、座ってる時も歩いてる時も、うん、はい、では左足さん行ってみよう。はい、では両足を伸ばして、あ、オッケー、伸びしろか、たっぷり。はい、そしてストレッチは裏切らない、ここも重要ね。ストレッチは裏切りませんよ。筋肉さんも裏切らないけど、ストレッチさんも裏切りませんね。はい、では両足を伸ばしていただいて、左足さんチェック、はい、右足さんチェック、膝の位置とかもね、チェックして、はい、では右足さんの上に左足さんを乗っけて、指先さんを横に開いて、縦にグイグイ動かすのから、ボディも使ってください。声出して、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、お隣の指、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、お隣の指、愛してる、大好き、ありがとう、ボディにも使って、お隣の指、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔で両手両足握手。はい、足の甲を持ったらつま先ねじり、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、はい、愛してる、大好き、笑顔で土まず下側持って、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でくるぶし持って足振り、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、上下、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、では回します。お膝ちょっと持ち上げて、愛してる、大好き、肘を大きく回します、ありがとう、はい、愛してる、大好き、ボディごと、ありがとう、反対回し、愛してる、大好き、上半身もほぐしてますよ、はい、愛してる、大好き、笑顔でナイス、指離します、足を振ります、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、上下、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、足の手振り、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、左右、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス。さあ、チャレンジコーナー来ました。両ボディをまっすぐ起こして、はい、少し後ろに倒して、両足をアップ、両手をアップ、両手両足盛大に振って、両手両足振り、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でワンモア、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、貯金のポーズでキープ、貯金、あー、いいです。はい、ではお膝曲げていいので、手は頭の上、画面の方を向いて、皆さんご一緒に、いいです、ご視聴ください、せーの、いいです。はい、拍手、とってもいいですよ。背筋をぐっと伸ばすとね、腹筋さん、ここもも持ったままでもいいから、こう背筋を伸ばす練習、これも座骨さんで立っておりますよ。
ね、していただけるといいと思います。はい、手を出していただいて、ああもう日々積み重ねでございますよ。はい、左足のふくらはぎを置いて、ふくらはぎ上から、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。座骨に立つとね、やりやすい、大好き、ありがとう。はい、では膝の内側です。愛してる、大好き、いたたた、結界さん、愛してる、大好き。はい、ももの内側さん、どうぞ。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、両足さん立てて、反対側にひっくり返して、左足のふくらみ外側さん、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、ではその足を立てて、ふくらみ下からでございます。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。いたたたた、愛してる、大好き、笑顔で、膝下ゴリゴリ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、膝上ゴリゴリ、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、お皿周りゴリゴリ、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、ももの裏側ぐさっと持って、もも裏ゆさゆさ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔で、ももそ、内側ゆさゆさ、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔で、ももそとゆさゆさ、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔で、膝裏ぐいぐい、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、膝下ブラブラ、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ちょっとずらして、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ちょっと下にずらして、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、この足さんを伸ばして、ももの上ぐいぐい、肘でも手でもいいですよ。せーの、愛してる、大好き、たたた、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔で、ワンモアエイト、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔で、つま先を膝、内側、もも外ぐいぐい、愛してる、大好き、ありがとう。痛いね、愛してる、大好き、痛いぐらいやっちゃってください。ワンモア、愛してる、大好き、ありがとう。ここ念入りに、愛してる、大好き、いたたた、ナイス。はい、では左足のもも横向きのね、ももの上に、くるぶしさん乗っけて、くるぶし動き、せーの、愛してる、大好き、盛大に、愛してる、大好き、ありがとう。ももは愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。この右足を下ろして、左足を畳みます。はい、背筋を伸ばして、左腰骨からスルッと落っことした大腿骨の付け根さんですよ。もう体重かけてほぐします。せーの、愛してる、大好き、ありがとう。笑顔でね、愛してる、大好き、ありがとう。ワンモア、愛してる、大好き、ありがとう。ほい、愛してる、大好き、ナイス。はい、骨盤転がし、背筋を伸ばして、右足のお膝の外に見て、左手さんは左のお尻ぺた、後ろに行った時は丸めて、前に行った時は反って、はい、後ろから、せーの、愛してる、大好き、盛大に、笑顔でね、愛してる、大好き、ナイス。ワンモアエイト、愛してる、大好き、ありがとう。はい、愛してる、大好き、ナイス。はい、では右手さんは右の腰の横、左手さん骨盤がっつり持って、腰肘肩大きく回します。肩なるべく平行にして、背筋を伸ばして行いましょう。せーの、愛してる、大好き、背筋を伸ばして、愛してる、大好き、笑顔で正面向いて、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ありがとう。ナイス。はい、頑張りました。では両足骨盤転がし、はい、マットさんや座布団さんをね、畳む方は畳んでください。これも座骨さんを守ります。このお尻の下の方ね、座骨さんをね、ふりふり使っていきます。はい、ここでまっすぐ立って、背筋を伸ばして、はい、では足を肩幅ぐらいに開いて、ももの後ろ持ってください。はい、では丸めた時はおへそを除いて、伸ばして前に行く時はおへそを床の方につける感じ。両足骨盤転がし、後ろから、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。
愛してる大好き、笑顔でワンワイと愛してる大好き、おへそ見て前見て愛してる大好き、アナリーズ、はい、背筋を伸ばして骨盤だけのクイックバージョンいきましょう。せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ワンモア、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス、はーい、バッチリ、今日も全て終わりました。最後いいですポーズいきましょう。背筋を伸ばして、はい、ボディを後ろに倒して、両足をアップ、どっちかの足を伸ばす、両手を頭の上で丸、画面の方を向く、皆さんご唱和いいです、ご唱和ください、せーの、いいです、ナイス、拍手、ここで拍手。さあ足を入れ替えていただいてもいいです。さあ足の位置、背筋の位置どうでしょう。はあ、ナイスクレス、引っ張っております、ありがとうございます。はい、頑張った、自分とみんなに拍手、イエーイ、バッチリでございます。今日もバッチリできました。はい、では、中期タイム、両足を伸ばしましょう。さあ左手さんどうでしょう。足さんも両足だいぶいきました、よいしょ。座骨さんね、ちょっとね、あのお尻を持ち上げて座骨を後ろに出すみたいにしていただくよろしいかと思います。いやー、まだまだ伸びしろたっぷりでございますが、だいぶ伸びました、ありがとうございます。パチ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 。さあボディの変化いかがでしたでしょうか。水分取ってみてください、必死です。いいです、必死ですね。必死でもいいです、必死でもいい、もう必死全然いいんですよ、やったことに意義があるから、チャレンジすることに意義がある、まず試してみた自分を褒めましょう。そしてちょっとずつ変わってきますからね。はい、ということで今日も無事終了いたしました。水分はねしっかりとってください。さあということで今日も素敵なウェンズデーをお過ごしください。昨日に引き続き少しねお天気も良いようでございますので嬉しいですね。はい、素敵な5月、まあ、5月いいよね、5月本当、いやいや、いつもいいんだけど5月もとってもいいね。はい、ということでさあ、まあ、また明日お休みで金土日と、また9時からやってますのでぜひご参加くださいませ。金土日、金土日でその後火曜日。はい、ということで今日もご参加本当にありがとうございました。はい、花さんありがとうございました、千代子さんありがとうございました。また金曜日お会いしましょう。ごきげんよう、ハバナイスチューズウェンズデー、ハバナイスウェンズデー、ごきげんよう、チャオ、バイバイ。